やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ネットフリックスオリジナルの若林と星野源が1ヶ月に1回集まって、その1ヶ月間の出来事を話す。そんなあるんだ。星野源を見るたびに思い出すんだけどさ、逃げ恥のさ、内容がもうザ恋愛ザ結婚じゃん。で、なんかその付き合い出したのがさ、逃げ恥が終わった後らしいの。そう、なんとなくさ、あ、この人好きだなと思いながら逃げ恥やってたってのが尊くない？いい。マジでいい。雷神ってガッキーそんなに好きなの？もっときつめな黒木メイさんみたいなのが好きなんじゃないの？エマートさんが好きなんだと思ってた。めっちゃわかるわ。そういう系統だよね。東京カレンダーに出てるような人が好きってイメージ。雷神。東京カレンダーわかる？雑誌の。西麻布とか六本木とか周辺の情報を集めてる雑誌があるんだけど、この、かわいい！すごっ！マジで。まあこういう顔ね、雷神が荒木優子みたいな顔が好きだと思ってた。俺もこういう系統の人好きよ。男大体好きなんじゃない？君たち配信者とか誰見てんの？何でもいいよ。配信者でも芸人さんでも、スタミナ知ってるよ。ありがとう。マインクラフト界隈。アスカキララの生態圏ってやつがマジ気になるな。吉田製作所わかる。吉田製作所見るよな。人の買ってみてみんな大好きだからさ。あの人辛口じゃん。あの人のレビューって信用できるよね。何これ、何これ、やっほー皆さんこんにちは、中リーサでーす。中リーサってこんなことやってんの？ちょっと弾いてください。 Today is my birthday my day。 前ってなんていうのね。決まってんじゃん。リーサといえばバック買い。バック買いゲットだぜ。昨日もね、あの学園祭の方にとんでもない買い物ですね。ビジュアルの方向性海外すぎだろ。時はね、伊勢丹で光り輝いてた。なんでそれ、おい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 、かわいくない？超かわいいよね、このピンク。ピンクいいよ。本当にこれ、しかも生地が超いい。いきますよ、皆さん。せーの、見て。かわいくない？ピンク、こいつのモノマネ。白鳥？私みたいな。でーん、でーん、でーん。で、マジかよ。ドゥンドゥンドゥン。でっか。最強の値段を叩き出したんだから私。そりゃそうだよ。バレンシアガで。もう5人ぐらいでお見送りされたんだ。まず1つ目は。見て！クロックスのバレンシアガのこれ。どうなん？なんかさ、単品でも見ても分かんない中リーサさん、全身見せてほしい。どういう時に着るんだろう。一個一個のアイテムの主張が強すぎて。今日買いすぎじゃない？ケイケイ、ピンクピンクピンク、こうしてこうして、え、こうしてこうしてなの？本当に掃除してそう、これ完全に。なんでな、なんで買ってしまうの？小さい箱に入ってると言えば中リーサコーディネートの締め。大鳥、大鳥、大鳥にも聞こえた。さすがにピンクじゃねえやな。ずっと私がそれで日本に帰ってきてバレンシアガ先生に行って、確定した。どうしてもこのピンクが行くぞ。輝けた輝けた人を見て。やばすぎるって。林家ペーパー子や。え、令和ってこういう年なのかな。令和ってこういう年なのかな。自由な年なの。やっぱ多様性がテーマなんだな、令和ってのは。何でもありなんだね。すごいわ。いやでもね、多分ね、俺はね、この人のインスタグラム多分かっこいいと思うんだよね。こういう YouTube やっときながらインスタグラムかっこいいんだよ。こういう人たち、こういう人って。それがいいんだよね。なんかおしゃれだな。こう見るとかっけえぞ。このギャップなんだよな。うわ、かわいいし、かわいいし、かっけえし、なんだこれ、すげえなー、女優さん。
いやもうね、そうなんだよな。これこういうのに対してどこに向かってるんだっていうコメントがマジ間違いなんだよな。別に好きなことしてるだけなんだよ俺。これ時代の人やん。これが令和か。変装して渋谷とか行くの？全くしてないよ俺歩いてるとき。変装マジしてないから。声かけられたらするね。俺は別に問題ないから。声かけられたらラッキーと思う人種だからさ。まあでも女の子と歩いてるときやめて。その時がいいよ。もしね。そりゃそうよ。まあでも、街中で君たち配信者見れないだろうからね。配信者って多分芸能人よりも歩いてないから、ドアトゥドアが多すぎて。そもそも外に出る頻度が少ないし、タクシー乗ってるのなんか知っちゃうとお金使いたくなくなる。でも俺も使うよ。時間への投資だから、言ってみたら。母さん逆に電車乗るのクソ乗る。錦糸町済みだからっていうのもあると思う。錦糸町から例えば渋谷に出ますっていう時にタクシーだと40分から50分かかんの。長い時雨の日とかだと55分とかかかんのね。でも、まあ電車だと30分以内で確定するから、早くもなんないし遅くもなんないけど30分なの。だから、なんか大事な用ほど俺、電車で行っちゃうかもしんない。信号一個一個で時間が変わる。で、雨かどうかで時間が変わる。で、タクシーって夜の方が空いてんのよ。昼の方が混んでるから昼に行くっていう用事になると昼混んでる。時間変わる。変動しちゃうからめっちゃ。まあ東京の電車とかずれねえもん。運転手ガチャもあるしね。俺、運転手ガチャってほぼ感じないんだけど、クレームとかって、マジ思わない方なの。俺、飯とか1時間とか待てる方なのね。タクシーのうんちゃんの外れって、マジで外れだからびっくりするよ。まず、基本的に住所を伝えてそこに行ってもらうのよ。何々区何々市、何々までお願いしますって言って、やばい人その1だと、もう運転ができるかどうか怪しいぐらいのおじいちゃんがたまにタクシーのうんちゃんやってんの。だから、もう運転も危ういからさ、そもそも。データ入力できないのね。だから、俺が打ってあげんのよ。いや、わかんない。俺が打ちますねって、こうやって。俺が打ってあげんの。あー、渋谷区の神宮前で、お願いしますって。俺、ナビ使えねえの。で、あと、決済の時も、クレジットカードでお願いしますって言ってんのに、今までどうしてたの？どうしてたの？って思うぐらいに、クレジットカード決済の、その操作の仕方がわかんないの。クレジットカードでお願いしますって言ったら、クレジットカード、ってなってんの？まあ、あるよね、と思って5分経っても、10分経っても、さすがに予定遅れちゃうから、すいません、ちょっとごめんなさい、これどうしたらいいですかって言ったら、今電話するんで、って言ったら、電話どこ行ったかなって電話わかんないの。はぁ、俺これどうしようと思って。なんもわかんないな、この人と思って。現場の人に電話して、すいません、タクシーちょっと降りられないんで、一旦ここ現金で払ってもらっていいですかとか言って。その、現地の人に現金で一回借りて、みたいな。で結構やっぱりその、歴史がないからさ、タクシー業って、おじいちゃんもやってんのよ。おじいちゃん、であるほど、ぶっちゃけあんまりかな、タクシーは。なんかやっぱり新しく始めた人ってすっげえ丁寧なの。若い人で若ければ若いほど、丁寧なのね。あと女の人。おじいちゃんタクシーはね、尋常じゃないことが多い。タバコ臭いし、めちゃめちゃ。あと、多分、運転手を長らくやってるから、三半規管がバグってるんだよね。運転が荒い。酔うのよ。めっちゃ。すげえ酔うの。まあでも、あるよ、実際。やべえなっていう人は。な、実際客もやばいんだよね。酔っ払った時にぶち込むじゃん、タクシーって。まあ、あれクソ迷惑らしいしね。でも、ぶっ込んじゃうじゃん。寝てる人に触れないらしいの。タクシーのうんちゃんって。まあタクシーのうんちゃんとかもさ、めっちゃ、歩合制で、稼げる人はバカ稼いでるらしいから、イベントごとの時に、そこら辺走ってるタクシーの人ってめっちゃ頭使ってるうんちゃんなんだよ。だから、喜ぶよ。そういう人のタクシーの時に、あ、このイベント何時ぐらい終わりますよとか教えてあげると。あなたたち狙ってるから、そういう客を。